はい、どうもこんにちは。インスタグラムで使えるフレーズを投稿している熊田と言います。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は2月19日の日曜日ということでね、今日も1日頑張っていきましょうって言いたいんですけど、今実はこれ撮影してるのが夜の10時15分なんですよね。昨日が土曜日でね、昨日今日と結構バタバタしてて予定があったので、ちょっと動画が撮れてなかったんですよね。ただ僕も最近ほぼ毎日投稿してて、まあ収録ぐらいですかね、2日間空けてることがあんまりないので、なのでちょっと今日は開けたくないなと思って、でできれば12時までに投稿したいなと思ってるんですけど、もしかしたら明日になっちゃうかもしれませんっていうところでね、今日も一日というかね、残り時間で頑張りたいなと思います。で今日もちょっとねお話をしたいなと思ってまして、最近ですね、ちょっと会話の中で晴れ男とかね雨男とかっていう機会があってね、なんかそこについて考えてみたというか、なんかこれって面白い言葉やなと思ったんですよね。まあ、実際にね、どこかに出かけて、なんか僕は自分でね、晴れ男やって思うんですけど、これってでも結局かなり主観的やなぁと思ってね。なんか今日晴れてて、ラッキーやなぁっていう回数が多ければ多いほど、まあ、晴れ男やって思う人がね、増えると思うんですよね。なので、別にこれって、なんか自分の考え方次第で変わるんかなぁ、みたいな。物事に対してね、僕もまあ過去のなんか辛いこととか、例えば前職、前の仕事の時に残業100時間しないといけないとかってあったんですけど、その時のことを振り返るとね、なんかあの時、ああやってやっててよかったなぁって思うんですよね。やから今強くなってるなぁとか。で、それに対して、もちろんね、人によっては、あの時の時間ってすごい無駄やったなぁとか、って考えてしまう人もいると思うんですけど、まあ、その考え方でね、結構未来の考え方とかも変わってくるかなと思うんですよね。なので僕もね、なんかまあ嫌なこととかって結構あったりするんですけど、過去振り返っても、あ、それあるから今って自分今強なってんなみたいな、できればポジティブにね捉えるようにねしてるので、もしよかったらね、皆さんも、個人のね全然意見なんですけど参考にしてもらえたらと思います。っていう感じでね、今日も動画撮っていこうと思うんですけど、今日はじゃあ何の話をしていくかというと、今日も出てきたね、残業するっていうフレーズについて紹介をしていきたいと思います。皆さんね、残業するって英語でなんていうか知ってますか？これいろんな言い方があるんですけど、こんな感じで表現することができます。それが work overtime、これで残業するっていうのを表すことができます。これね、いろんなまあ言い方あると思うんですけど、一つ覚えておくとね、これを未来形とか過去形とかね、その時に応じた使い分けをすることによって、どの場面でも使えるので、使ってもらえたらと思います。で、アメリカ英語ではこの work なんですけど、どっちかというと war の口ですね。で、口を大きく開けるんじゃなくて、R の音を途中で足しながら、work、舌を引くとか巻くとかっていう感じのイメージですね。work overtime のように発音してあげるとね、これも綺麗に発音できるかなと思います。で、overtime の部分なんですけど、この over、ver の部分ですね、これ V の音なので、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえてのように発音します。overtime のような感じで発音するとね、こちらも意識できるかなと思います。はい、そしたら今日もね、早速例文を一緒に使いながら練習していきたいなと思うんですけど、まず一つ目が、毎日残業しないといけない、毎日残業しないといけない、そういう方もねいらっしゃると思います。僕もこれ経験したことあります。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと I have to work overtime every day、 I have to work overtime every day のようにことができます。これもね、まず一つずつ見ていこうと思うんですけど、まずは何々しないといけないなので、I have to を使います。で、その後に work overtime を置くことで、残業しないといけない。で、最後に毎日っていうのを意味する every day を置きます。で、このね、have to っていうので、何々しないといけないっていう意味になるんですけど、これもよく出てきますね。have to のように濁るんじゃなくて have to、F のような音になります。これも下唇の粘膜あたりを噛んで、V と発音は同じような感じです。have to、 ただ音が濁らないのでのような音になります。で、最後の everyday の部分なんですけど、こちらに関してはこれ書くときは注意してください。この間、 every と day のね間が空いてないと、これ形容詞になってしまうんですね。くっついてると形容詞です。なので、そうなると毎日のっていう意味になるんですね。なので普段使う毎日働くとかっていう時は every day っていう感じで分けて書かないといけないので、もしね書くことがある時は注意してみてください。はい、そしたらね引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ今度は過去の話ですね。昨日残業しないといけなかった、昨日残業しないといけなかった、これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと I had to work overtime yesterday、
I had to work overtime yesterday のに言うことができます。今度は過去の話なので have to ではなく had to になります。でその後は一緒ですね、work overtime でその後は昨日なので yesterday を置きます。で今回は had to の部分ですね、このね had to の時の D の音消えます。なのでこれね had to っていうよりも had to、 ちょっとちっちゃい通を挟むような感じで発音するとより綺麗に発音できます。なのでそれを意識して発音すると I had to work overtime yesterday のような感じになります。はい、そしたらね引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ今度は、普段残業してるのっていう時ですね、友達とかに会って仕事の話をして普段残業してるのっていう時ですね、これなんていうかわかりますか？これを言うと Do you usually work overtime? Do you usually work overtime? のようにことができます。まずね、普段の話をするときっていうのは、これ do を使った疑問文になります。よくね、勘違いされる方がいるんですけど、do っていうのは今じゃなくて、普段のことを聞きます。なのでここでは do you、 普段の話になります。で、よりね、大抵とかっていうのを強調したいときは usually を使います。で、最後に動詞を持ってきたらいいので、さっきと同じように work overtime を置いてあげます。そうすると、大抵残業してるのっていうのを聞くことができます。なので、今の文法も意識して練習してみると、do you usually work overtime? のような感じになります。こういう疑問文があったときに、do っていうのは何を意味するのか、普段のことを意味するのかっていうのを意識していくと、よりね、文法の力も上がっていくと思います。はい、そしたら引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ今度は、今日は5時間残業しないといけなかった。今日は5時間残業しないといけなかった。5時間ってめちゃくちゃしんどいですよね。もう5時に終わる人だったら10時まで残業されてるってことなので、これもね、そういう方はぜひ使ってみてください。これ英語で言うと、I had to work overtime for 5 hours today のように言うことができます。これもちょっと長くて難しいかもしれないんですけど、まずは、さっき言った今日で過去の話ですね。今日しないといけなかった。なので、had to を使います。で、I had to work overtime で残業しないといけなかった。で、その後に何時間ってつけたいときは、for 何々 hours を置くことができます。なので、今回だったら、for 5 hours 置くことで5時間っていうのを表すことができます。で、最後に today を置くことで今日っていうのを表すことができますね。なので、これね、もし自分の時間を変えたいときは、そこにね、数字を入れてもらって、例えば3時間だったら、I had to work overtime for 3 hours today のような感じになります。なのでね、ぜひ皆さんこれを変えて使ってみてください。はい、そしたら最後もう一つ言って終わろうと思うんですけど、じゃあ最後の例文が、今日残業するつもりだ。今日残業するつもりだ。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I'll work overtime today。I'll work overtime today。のような感じになります。これね、未来のことを表す I will なんですけど、これ省略すると I'll っていうよりも I'll とかっていう感じでね、発音するネイティブの方が多いです。なのでこれもね、意識して I'll のような感じですね。I do っていう感じでね、舌を弾かないので I'll work のような感じになります。これね、まあうまく発音できなくてもいいんですけど、このね、発音できるとネイティブの音も聞こえやすくなるので、ぜひね、意識してみてください。なので、I'll work overtime today というと、今日は残業するつもりだっていうのを表すことができます。はい、そしたら今日はこんな感じで終わっていこうと思います。できればね、これも使いたくないんですけど、もし使う機会があったらね、これで一つでもフレーズ覚えれるっていうような感じで、前向きにね、考えて覚えてもらえたらと思います。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.